この曲は、最初にしてるのかな、言えばよかったね。この曲はですね、なんか、そのなんか、
最後、うん、まあ、最後だったんですけど、うん、なんだろう、自分の大切な人の死だったり、うん、その大切な友達の子供が生まれたりとか、なんかいろいろ最近あって、うん、その生死に関わることがいっぱいあって、なんか、うん、自分もね、その最近ちょっと事故にあって、そう、今こうピンピンしてますけど、うん、その事故にあったりしていろいろちょっと考えることもあってなんか、そのなんかちっちゃなその毎日の幸せを感じれたら、うん、なんか世界変わるんじゃないかなと、いいかなと、はい、思います。はい、そういう工夫でした。なるほど、じゃあ皆さんのね、この日々の幸せを感じてね、これからも笑っていけるようにね、つまりはそれがいいですね、ね、はい、じゃあ皆さんまた明日お会いしたいと思います、はい、明日もまた6時開場。